はいどうもこみです。さて本日はこちらつむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。今までですねあんまり自分のチャンネルのその紹介ってやってこなかったんですけども、一応こちらのチャンネルですね、クラン対戦のアタックを中心に、うまく、取れた全開アタックだったり、たまにこう失敗したものも、交えていきながら、皆さんがですねそのクラン対戦でうまくこう攻めていける全開取れるクランに貢献できる、そういったのって一個のモチベーションになるかと思うので、このクラクラやっていく上ですごく多分大事なことだと思うね、そこら辺のところっていうのが、少しこうサポートとかできるような動画にしていきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、最後までご視聴いただきまして、もしも、あ、これ参考になったなと思ったら、グッドボタンとか、まだチャンネル登録してもらってなかった場合には、してもらえたらすごく嬉しく思いますので、よろしくお願いできればなというふうに思います。で、本日はですね、タウンホール11、12ごめんなさい、のアタックを見ていきたいというふうに思います。このタウンホール帯ってですね、あんまり動画が出回ってないと思うので、そういった意味でも、興味持ってご覧いただけるかなというふうに思っているんですけども、本日はですね、懐かしの攻めと言っちゃなんなんですけども、自分めっちゃタウンホール11とか12の時に使った、ペッカボーラーっていうのがあるんですけど、これのですね、アタックを見ていきたいというふうに思います。で、このね、上位互換になってきてるのが今、イエティボーラーっていうやつなんです。ちょっとまあ、タウンホール13の方なんかは特に使ってる方多いと思うんですけども、先にこれからいきますね。本題はペッカボーラー、タウンホール11のペッカボーラーなんですけども、副題的な感じでタウンホール12の、イエティボーラーっていう選手をお見せすると、いろんな方法があるんですよ、これ。いろんな方法があるんですけども、今回この団子さんのアタックの場合、ここを突撃艦でこう、比較的にこう破壊しておいて、で、その破壊をうまいことこう使ってですね、アーチャークイーン、クイヒーの形でこっちにこう流し込みながら、イエティとボーラーですね、イエティとボーラー、こいつらをガツンとこうね、中に突っ込ましていくっていう、そんなような形の攻め方になってます。基本的には、クイヒーだったり、グランドウォーデン使ったオデヒーですね、これでカットを入れていきながら、カットをして、ごめんなさい、大変申し訳ない。今、目が回っちゃいましたね。カットをしておいて、そのカットをもう反対側もカットしておいて、その中央部分から一気にこう、どんとね、主力となるイエティボーラーを流し込んでいくっていう、そういう攻め方になっている。もう、これのタウンホール11番ってじゃあどうなんのっていうと、当然イエティがいないんですね。なので、代わりに使うのがペッカーになるというところになります。施設数も12に比べれば多少少ないっていうのもあって、イエティだと、なんていうの、その歩ってるその区画の周りっていうんですかね、そのミニイエティをポン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 こう放出して壊していってくれるんですが、ペッカはそういう、能力あんまないですね。あんまっていうか、全くないですね。全くないんですけども、その代わり、施設数がそんなに12に比べれば、少ないというところもあって、それで通用しちゃうというところもありますね。ボーラーがこういうふうにね、壁の外を殴ってくれるんで、それも結構効くんですけども、彼らが通った、道の、こんな感じ、通った場所、もうだいぶこう、広くこう破壊されてますよね。わかりますかね、こんな。ここもこうか。こんな風にこうガツンって破壊されてますよね。通ってる道はここなんですけど、通ってる道のさらに外側のこういうところまでこう破壊していってくれちゃうっていう。これがボーラーを入れるメリットで。で、タウンホール13になってくると、イエティをそこに、ペッカの代わりに入れることによって、12か。12だとペッカの代わりにイエティを入れることによって、なおさらイエティが、その通った道の両脇にある、施設の破壊っていうのを助けてくれるっていう形に。結構強いんですよ。全然タウンホール13でも現役で使ってるし、なんなら僕、ここ一番の時っていうのは、星に必ず取れながら、全キャメラ持っていける戦術になるので、結構多用していますね。そういう意味では。それのタウンホール11番っていうことで、やっぱ11の時には本当に自分これをよく使ってたなっていう記憶が、改めてその、蘇りますね。今回紹介するのは、ライトニングを使ってからのペッカボーラーなんですけども、当時は、クイヒーを使ってちょっとカットしておいてからのペッカボーラーとかいう感じで、外周にもですね、今その投下弊社がやっぱりあるので、それを使っているんですが、その当時はだからそのクイヒーからのペッカボーラー、コウモリとかいう形で攻めてました。そんな動画も結構ね、昔の動画ですけども、2万再生くらい結構見てもらっていて、未だにこう、視聴を集めているのがあるので、もし、よろしければご覧いただければなというふうに思う。もう、それの最新版っていうか、今風というか、のやつが、これかなと思うんですね。で、ここから本題です。タウンホール11の、イエティボーラー4連発いってみたいというふうに思います。で、イエティ、イエティボーラー、ペッカボーラーですね。ちょっとなんか頭混乱しちゃうな。ペッカボーラー4連発。
で、ペッカさんのボーラー8ですね、投下兵士を入れながら、ライトニング5のクエイク1、この形っていうのがまあ基本になるのかなと思います。これを、今回4本見てもらうと。で、呪文編成とミッド編成はほとんど変わらないと思う。はい、ここまず地方部削っていきながら、クイヒーを展開するんですが、このクイヒーパート、コツはなるべくレイジ使わないっていうことですね。ここでレイジを使わされちゃうと、ペッカとイエティにかけるレイジを1枚削ることになっちゃいます。序盤にですね、ライトニングクエイクで呪文も6枠使っちゃってるんで、ここでなるべく呪文使いたくないんですよね、あのクイヒーに。それすごく多分ここはリョウさん気にしてるんじゃないかなというふうに思うんですが、カットを入れていくことによって、ここ、きっちり奥深くまでつなげましたね。このカットが効いてくると、もう、どっちかに出したペッカ、ボーラーっていうのは絶対にここまたがないじゃないですか。またがなくなるんですね。カット、すごく重要になります。今回で言うと、この8時方面から出してますので、ここをがっつりカットしておいた上で、イエティやペッカとボーラーをぐーっとこう回していくんですね。この回し方で、投下兵舎とバーバリアンキングがこれ外周切ってます。この外周の歩かせ方っていうのは、これタウンホール13でも、ペッカーボーラーとか使う場合、あとはまあ、ペッカーボーラーじゃない、イエティーボーラーかな。あとはペッカーイエティとか、もう頭が混乱してくるよね。何なんだみたいな感じで。そういうのを使う場合に、やるのと全く同じです。ホグライダーを入れるっていうところも似てますね。ホグを入れることによって、例えばこういうアチャ島とか、なかなかですね、イエティ、ペッカとかがアプローチしにくいケースをホグが、壊していてくれます。まあ、今回の場合、ホグが出てきたのは結構早かったんで、まあ、多分狙いとしてはですね、ペッカと、ボーラをこっち側、中央部分にこう流し込んでいって、外周部分、こういうところはなるべくイエティ、ホグライダー、投下兵舎から出てきたこのホグライダーで潰していこうと。まあ、いう多分考えだったんじゃないかなというふうに思うんですが、結果的には中央に入った、ペッカとボーランがめちゃくちゃ暴れてますね。で、これ本当は、クイヒーと合流することによって、ペッカヒーラーの形を作って、前線にいるペッカが全くやられないままゴン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 進んでいってくれるっていうパターンを期待することが多いんですけども、今回はクイヒーのままヒーラーが離れなかったですね。今はやっとペッカの方に行きましたけども、ずっとクイーンについてたんですが、これでもペッカがまだこう体力半分ぐらい残して2体残っているっていう、このやっぱりペッカの耐久力と突破力たるやですよね。これが、すごく魅力的で、タウンホール11でやる場合っていうのは、今みたいにワンチャンヒーラーがスイッチしなくても押し切れちゃうっていう、そんなものすごい強力な破壊力を持った、攻め方になります。相性がいいんですね、ペッカとボーラーって本当に。ただ、今、りょうさんめちゃくちゃうまかったのは、束にして動かしてたの分かりますかね。この辺、こっちに、こんな風かな、この、束になって、この今、色を塗った、ここの部分っていうのを、ペッカとボーラーが離れず歩いてたんですよね。これが、ペッカがこっちに行っちゃうとか、こういう風にボーラーがどっか離れていっちゃったりすると、もうそれの瞬間に、そいつ、単独になっちゃって、もうやられちゃうので、多勢に無勢で防衛の縁、攻撃ガンガン受けて、こういう風にさせないための、この、ライトニングクイヒーの最初のこの削りですよね。これがあったっていう。この辺のやっぱり、全体のプランニングの仕方がめちゃくちゃやっぱり、つむぎさんのメンバーの方うめえなっていう感じがしますね。あおちょこさん、今回は2本この声明で撮ってましたけども、すみません、1本だけ紹介させてもらいます。今回は、ライトニング3のクエイク1ですね。これ何発でどこを壊せるかっていうのはちゃんと見ておくべきなと思います。で、今回のパターンで言うと、ライトニング3で、軽く、施設、多分これボムタワーと大砲とアチャ島があったのかな、水を込めちゃいましたけど、ここ壊しながら、クエイクを中央部分に入れます。多分このクエイクはね、壊せなかった場合の予備だったと思うんですけども、多分そんなに厳密に計算していかれなかったのかなというふうに、自分は思いました。しましたというか、で、余ったクエイクを動作からこの、イーグルとかクロスボウとかインフェとか、体力が高めの施設にぶち当てておくことによって、スムーズにここをイエティボーラーが突破していけるようにサポートとして使ったというところかなというふうに。で、外周側、やっぱりキングですね。キングを使ってしっかりカットを入れて、で、投下兵舎も出していって、それで外周側はカット。上部に入っているペッカとイエティ、ボーラーっていうのはこんな感じかな。このルートをガン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 ゴリゴリ進んでいきますよね。で、ここでやっぱり登場するのが、この、これですよ。ペッカヒーラーの形からの集中火力帯でのトーム。これがあると、レイジトームプラス、レイジヒーラープラス、レイジ、ペッカ、ペッカ、ペッカヒーラーみたいな感じで、もう止まんないんですよね。本当に見てみてっていう感じ。結果的にここ最終、スパカゴとクロスボウの集中攻撃でやられちゃってますけども、後ろからアーチャクイが
いるので、こいつが全然まだまだ食い火の形で頑張ってくれようというところで、まだあれかペッカ来てるのか、すげえなこのペッカの耐久力タデヤで、今回は、10日弊社から出てきたのがネクロマンサーですね。ペッカとウィザーと10日弊社から出てきた2体の後ろからスケルトンを生成しまくって、ペッカの進行をサポートするというところで、アーチャークイーンはまだ、体力半分以上残して、クロークも残ってる状態。ペッカもヒーラーがついてるんで、ギリギリ体力が赤くなってますけども、やられないということで、このまま押し切っていくんですね。すんげえやな、やっぱこれ強いわ。だって2分かかってないんですよ、この攻め。この村取るのに。しかも結構さ、パッと見取りにくそうな村に見えるじゃないですか。これをね、あっさりこう持っていっちゃうっていう、この、まあまあ、すごい破壊力ですよね。もう一本いきますか。さっき4本って言ったけど、3本かな。ごめんなさい。ペッカボーラー3本いきたいと思います。これ最後ですね。ペッカ2体、今度は、ボーラー11体を使っていってます。クエイク1発のライトニング4発ですね。インフェルノタワーをしっかり折っていくというところで、これを折っていきながら、アーチャークイーン、多分これはですね、どうなるかな。これ確かに、違うな。反対。こっち側にこう流すんですね。こっち側に。こう流していきます。で、流していくことによって、ここにジャンプを打って、ペッカボーラーをこう中に入れていくんですけども、このね、ジャンプを使ってのペッカボーラーの誘導は、相当レベルが高い。このライドさんすごくうまいなと思ったんですけど、多分これはここまで真似ができなくてもいいかもしれないですね。それぐらい、多分なぞれって言われても簡単になぞれないぐらい僕難易度が高いんじゃないかな、この攻めという。ました。めっちゃうまいですね。このペッカ出すタイミングとか、投下弊社を出すタイミングとか、この辺のタイミングが少しでもずれたらこれ多分うまくいかないので、このタイミングの、なんていうのかな、もう調整たるやめちゃくちゃすごいですよね、これ。で、ヒーラーがやられる前に、マルチインフェルノをアーチャークイーンがアプローチして撃破していくと、赤ゲージまでいっちゃいましたけども、なんとか壊せましたね。ペッカとボーラジャンプに乗って壁の中に入っていくっていう、その間に上側に関しては、投下弊社が出てきたウィーダーのカットしてるんで問題なしというね。いやすげえ、これはレベル高いな本当に。で、この1体下にいるボーラーがなんか頑張ってこの辺壊してくれたのがなかなか美味しいですね。時間の短縮になってます。中央では防衛軍ペッカがターゲットを取ってペッカヒーローの形になってるんで、まあ、ビビドランがポン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 ペッカ殴ってますけども、そう簡単に押しないですよね。やられる前にやることができる。で、10日弊社から出てきた、これは違うな、手持ちの10日の方ぐらいだな、10日の方ぐらいだにヒールをかけていってますね。やっぱタンホール11でレベル最大のレベル10の方ぐらいだってめちゃくちゃ火力が高いので、こいつらのためにヒール1枚割いてサポートするっていうのはかなり合理的な、方法なのかなと思います。ウィザードもすげえ、なんかもう闇結社のなんかマジなみたいな感じでボボボボって壊してますね。すげえすごいな、ウィザードの破壊力。こんだけ束になったウィザードが一斉に攻撃するとどんな施設もあっという間に吹き飛ぶんですね、これね。で、最終的には不意火の形になって、防火の形にもなってるのかな。で、そのまま、壁の中からは、ボーラー、クイーン、外周部に関しては、出していたネクロマンサーですね。あと、そのネクロマンサーのスケートに守られたバーバリアンキングが、のしのしと歩いていって、最後の施設まで破壊していくという形になります。あー、すごいな。本当に、やっぱこれ強いわ。これ強いわ。マジで。アンフォル11でやっぱドラゴンも強いんですけども、この攻め方も強いですね。ライトニングを使った天才ドラゴン、あともう天才ペッカボーラー、あと、クイヒーディガホグ、まあ、この3つっていうのがアンフォル11ではもう鉄板戦術なのかな。あとまあネクロマンサーも強いんで、いろいろ楽しめると思うんですけども、11をやっていく中で、どの攻め方が自分に合うのかっていうのをこう探していきながら、それをですね、10人になっても、よりステップアップして使っていけばいいんじゃないかなというふうに思う。もうちなみにこのペッカボーラー、ステップアップした場合には何になるんですかっていうと、さっきのイエティボーラーもそうなんですけど、もう一個あります。もう一個あって、それがですね、これですね、これスパネクなんですね。タウンホール12になるとスパネクが使えます。まあまあ11でも確か使えるのかなと思ったんですけども、レベル最大のネクロマンサーが使えるんで、レベル最大のスーパーネクロマンサーもまあ当然使えるわけですよね。当たり前ですけど、でこれが本当に破壊力がすごいんですね。何度も言いますけども、3ホール12では破格級の破壊力になるので、こいつを使うための、まあ、下準備としてですね、ペッカボーラーを使い込んでおくっていうのは結構合理的かなというふうに思います。これがもう11でしっかりできるようになっていると、12になったらすぐにもうネクロマンサーのレベル上げて、でスパネク解放して、でおでひからのこのスパネクですね、これが簡単に使えます。さっきとね同じような感じなんですよ。で、削ってたところをおでひに変えるだけですね。レベル40のおでひ、結構レベルが上がって40になると火力が高いので、
どん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 ですね、この外周部をおでんが削ってくれるんですね。これレベル20部のグランドオーデン使っちゃうと、外周の削り、こういうところの削りに時間がかかりすぎちゃって、だいぶ時間切れのリスク増えますけども、レベル40だと結構それがなくなります。30後半ぐらいから皆さん使ってますかね。で同じですね、奥深くまでこう削っておきながら、スーパーネクロマンサーをその脇から出して、しっかりとこう壁の中に流し込んで、こっち側には当然まあ反れる心配全くないので、奥へ奥へとこう入れ込んでいくわけですね。でジャンプの呪文の付け方にとしては、さっきのペッカボーラと全く同じですね。ジャンプの呪文は 1枚ないしは2枚で奥まで入っていくと。スーパーボールブレイカーでここを開けるっていう発想もまあなかなかすごいなと思いました。ビッグボーイが入っていってマルチインフェルノを殴ってますね。エスパニックのもう一個すごいのはこれ、壁をね楽々殴り開けるんですね。本当にめっちゃくちゃこの壁の殴り開け方が半端ないんですよ、スーパーネクロマンサーって。でビッグボーイも攻撃力高いから、もう壁をどん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 ね、本体とビッグボーイのもうその波状攻撃で殴り開けていっちゃって、でジャンプがなくても最後まで進めちゃったりするんですけど、ジャンプ使うと誘導っていう意味で少し不利になっちゃうので、狙った場所にスーパーネクロマンサー束で送り込むために、この誘導としてジャンプを使うっていうのは大事かなというふうに。で、上側に行ったスパネクがこの場合まだ生きてますね。これなかなかいい感じの仕事をしてくれてる。で、ホグライダーと合流して上方面をこう破壊していってくれてますね。ホグだいぶバネで飛んじゃいましたけども、最後のヒールが効いていて、ここで上側の大砲とかアチャトとかこの辺、火力はそこそこあるけども体力が低い防衛をホグが殴り倒していってくれるという感じですね。中央からはスーパーネクロマンサー2体がこう、ガン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 こう殴って、1体か1体しかいないのかも。見ていますね、殴っていってくれて、下方面からは回り込んできたクイーンが、お掃除をですという感じで、この時点でブローク残ってるんでだいぶ余裕のあるアタックですけど、こんな形で、ライトニングからの、グランドオーデンオデヒ、それをスーパーネクロマンサーにつなげていくの形見てもらって分かるように、さっきのペッカボーラーと本当変わんないですよね。変わんないので、これが使えるようになるという点で、ペッカボーラーを使い込む価値はタウンホール11でもすごくあると思いますので、まあ、すごく簡単な設定としてライトニングドラゴンっていうのがあるんですけど、天聖ドラゴンかな、あれも当然いいんですよ。ここ一番では使ってもらって全然いいと思うんですけども、まあ、先々考えるならこういう攻め方もできるようになっておくと、12になってからスランプに陥らずに済むよというところでですね、まあ、一個参考にしてもらえたらなというふうに思います。どうでしたかね。結構ペッカボーラーって最近取り上げられる場合少ないので、11とかでは物珍しさもあったかもしれないけども、本当強いので、ご参考になっているということであれば、ぜひですねグッドボタンとか押してもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。また、これからもタウンホール11、12、13と、幅広く動画を使っていきますので、皆さんのですね、クラン対戦のご活躍にこう、なんで役立つような、動画これからもやっていきます。ぜひ、チャンネル登録またご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。